さあ始まりました給湯班、地元花月どん底梅子の一升瓶。まずは主演の椿鬼子さんです。今日ここ来る前に、久しぶりに勝ったんですよ。勝ちました、はい、もう一気に上がりましたね。それはそうなんですよ、上がってたんですけど、台本見て、本当に負けたみたいな気分勝ったはずなのね。勝ったはずなんですけど、なんでそんなことある。私の名前の下のセリフの文字が多分100字以上あって それあるよ。そんな芝居聞いてた話と違うな。違うよね、違うよね。100文字ぐらいって聞いてたんですけど、だって俺も今回セリフがないって言ってたんですよ、ね、いざ蛍光ペンを引いてみたら、まあオレンジで埋まることがおかしいんだよ。まあいいや、まあいや、そんなんでテンション下がらないよ。それがかけてるってことですか。主演ですか。主演ですか。主演でそんな少ないのかな。主演なんですかそれ。まあまあまあ、後々その辺の文句は後で取っておくとして、次、小原雅史。そんな仕事なことない。手抜きクマだじゃない。丸クマが出ちゃう。まあ一言だけ言わさせていただきたいんですけども、まあ、自分の何日間あるんでしたっけ。6日ぐらい、まあ、1日目ぐらいは出るかもしれませんが、2日目からあの違う方が代わりに。ダブルキャストでダブルタンバルお願いします。はい、続いてアホマイルド。はい、そうですね、あの僕らに関しては、最初にあのキュートなんて思われなかったっていう。キュートンさんとアホマイルドさんで呼ばれましたから、ちょっとキュートン入れるように頑張ります。頑張りたい。頑張ります。そしてシンジ。まあ今ね殴ったんで、せっかくなんで今回の脚本2分の5のゴリラ。ゴリラって紹介ないだろ。ゴリラ。ゴリラ。リーダーね。2度目ですよ。2度目。いやでも本当前回もう1年ぐらい前ですかね、キュートンとかポテト少年の話をやらせてもらって、僕があの時は本当一発目だった、デビュー作だったんですよ、脚本の。やっぱりそのやっぱデビュー作っていうか初めてっていうのはなかなか忘れられないもんでね、もう一回どうしてもやりたいと思ったんで、それはあの全員でね断ったんですけどね。いや本当に断ったって噂聞きましたけど、ね、こっちもね、いやその意地でも出てもらいたかったんですよ。いや本当に直接あの言うのやめてもらえませんかね、断れないんで。ルミネの楽屋で会った時にいっぱい言うのはちょっと断れないんですよ。それが一番ね、あの断りにくいだろうって自分分かってる。もう僕に関してはもう神保町って言われてたん、お断りします、ね、言ってたんですけどね、断りきれなかったな。いやもう説得に説得してなんとか座長ね受けてもらって。でも本当話が違うもんね。さっきも言いましたけど、いやそれは座長だからセリフがないのはまず不可能ですよ。セリフだってね、何あのオレンジの埋まりっぷり。知らないよ。ドマイルのペン使ったかも知らねえし。みんなはびっくりしたよ。頼むよ俺これ成功したら本当しばらくもう脚本いいぐらいの。あっ、いや本当にこれは僕ね揉めに切った方がいいと思いますよ。僕すごいキュートン好きだから、やっぱこれはぜひ、まあね、アバターなんて見てる暇あったらこっちが。そこまで行っちゃうよ。アバターへこっ
っちでしょ。なるほど。アバートよりキュートです。まあでもメガネいらないですもん。そうそうそう、メガネいらないですから。で立体的ですね。メガネなしでも芯に飛び出してきますから。そうね。じゃあもうそんなかけてるねリーダーにね朗報。もう私もう去年11月ですよ、うん、神保町出たばっかり。そうなんで出てたんで、そう、もうその時に、うん、もう初日一発目にセリフを1ページ丸々飛ばせる。こんな事件があるね。すごい。それもうそうそうそう、もう結局ね、あの最終日千秋楽だけノーミスでできて、あと全部ミスしてますから。毎日どんなミスがあるか見てもらわないと。そうそう、それも楽しみ、楽しみで。いやでも本当にあの皆さんと一緒に楽しくできたらいいなと思います。よろしくお願いします。ご一緒させていただくのは2度目、はい、少年だ。はい、よろしくお願いします。ディーヤディーヤ髪の毛吐く、髪の毛ディーヤディーヤ髪の毛ディーヤディーヤ。すごいよね。音もなんなかったんだよ。ほとんど手で半分手で。前回はね、ポテショー班に僕らは主演っていう形でやらせてもらって、ね、主演だったのに中ちゃんがやっぱ1時間半ぐらい一切出てこないんで。そういう意味では今回中ちゃん出番多いです。ああ、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しそう、中ちゃん多いね。多いですね。ただなんかやってることが前回と同じようなこと。いや僕は本当神保町学園始まって以来一番出番少ないです。あ、本当だ。今だったらキーポイントですからね。そうですね。今だったらチェンジも可能ですからね。あ、大丈夫です、大丈夫です。僕は僕の役作っちゃった。楽しみですよ、ね、楽しみです。まあ、ざっと見渡したらもう多分平均年齢30超えてますよ。34歳でしょ。今は超えてる。いや正直こっから向こうはもう山田洋次学校なんですよ。いや、本当楽しみですね。いや、素晴らしい公演にあると思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、そして今回お手伝いしてくれるだけ。アイハル君と、あと、ののうちの。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、本当、あの、前回。そうですね。ああ、そうだね。はい。前回すごいですね、1行のセリフでこんだけ噛むかっていうぐらい。すごかったよね。緊張してたね。めっちゃくちゃ緊張してたね。いやいや、まあ、そうですね。で、まあ、今回またそれも呼んでいただけたんで、いましたね、ありがたいです。まあ今回、その、いや、他の皆さんのなんか今日、アイバラ君ってこんなおじさんみたいになってる。1年前もっとそうですね、太ったちょっとやっぱりいろいろありましたよ。いろいろあった。潤ってんの1年間潤ってる。いや、裏方の仕事しすぎなんじゃない。あ、M1 のモイリンするでしょ。そうです。え、M1 も R1 も全部アイバル君が仕切ってる。え、そうなの。いや、そうです、そうです。去年の M1 もすごいできる感じ。手伝いで大阪行ってきました。いや、もうすごいね。あとカウントダウン、シマスペムラのモイリンで、すごいな。モイリンにシマまで行ったの。シマまで行って、年越しが終わったんで。モイリンのアイバル君、今回もいっぱいいろいろ手伝おう。よろしくお願いします。初めてののうちの、はい、あの今回が神保町花月初出場。おー、はい、おー、すごい、はい、すごい。本当すごい強烈な個性の先輩方に。若い人だ。若い人だ。いやいや、本当に、はい、一瞬でも聞かれたらなと思って、よろしくお願いします。おー、いい、よろしくお願いします。さあ、こんな我々でやりますけども、あっちに読むな、あっちに。なんと公演がですね、1月24日から29日まで。で、今回が今までとあれですよね、若干公演時間とか違う日があるんですよね。はい、そうです。なんでその辺は自力で調べてきてください。まあまあ、そんな難しくないですね。で、チケットがあとどれくらいですか。もう若干初日と千秋楽は、残りが200枚ぐらいですか。どこでやろうとしてるんですか。で、中身がだいたい2枚ぐらいしか売れてないという。そりゃそうですよ、だってね、俺らが芝居やるの見たいですかっていう話ですよ。ないですよ。だってあれですよ、千秋楽で台本が手から離せればいいかなって僕思ってました。もしかしたら、もしかしたら神保町花月始まって以来の全員台本持ってる公演可能性はあります。それかあのキュートンの本公演でさえ私はカンペの役子と言われてる。怒らしげに言わないですよ。いや、まあ、そんな、我々ですけども、もしね、
お金と時間とあと精神的に余裕があったらね見に来ていただければと思います、はい、そんな感じでやります。キュートン、キュートン主演のどん底梅子の一升瓶です。どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。